こんにちは、Gです。動画を始めて2週間、複数の知人から同じような質問がありましたので、今日はそれから始めたいと思います。Ubuntu もベータ版なんですけど、比較的安定して動作しています。いくつか OS は試してるんですけど、常用するにはラズベリーパイ OS より Ubuntu がいいと判断してます。正直なところ、今時点では Ubuntu の方が高速だし、周辺機器への対応も優れていると思います。もちろんやります。でも今じゃない、時期が悪いです。ラズベリーパイ OS は 32bit、 まもなく 64bit 版が出る予定で、出れば評価は始めます。でも新 OS インストールしてみました動画みたいなのは嫌なので、しばらく使いながら 64bit 版がある程度安定してくれば動画でご紹介できると思います。ラズパイを常用して使うには、どの OS であれ細かな調整が必要ですから、今は Ubuntu で問題なく常用できるようになることを優先したいと思います。では本題に戻りましょう。まずはお約束のアップデートとアップグレードです。マテ端末を起動して sudo apt update、 sudo apt full upgrade とコマンド入力します。アップグレードがたくさんありましたね。終わったら sudo リブートで再起動します。Ubuntu のサイトによれば、搭載されている Firefox ブラウザーは最適化されているということなので、標準で GPU サポートされているか確認します。 About サポートを表示して GPU ステータスを見てみましょう。サポートされてるみたいですね。今はオーバークロックもアクセラレートも何もしてませんから期待できますね。次は YouTube 動画の確認ですが、その前にアドオン H264iFi をインストールします。このアドオンは遅いマシンでもパフォーマンス改善できると言われています。本当かなと思ってChrome と Firefox で何回か比較テストをしたんですけど、確かにフレーム落ちが少なくなってパフォーマンスが改善されました。 Firefox ウィンドウ右上の3本線アイコンをクリックしてアドオンを選択します。 H264iFi で検索をして、アドオンが見つかったら追加ボタンをクリックしてインストールします。ウィンドウ右上にアイコンが追加されますので一度クリックします。ブロック 60fps ビデオにもチェックを入れます。ラズパイには無理なんで。さて YouTube 動画のテストです。 Firefox は標準のままフル HD フルスクリーンで再生します。動画は Creative Commons の World of Worship です。フレームチェックの都合上、途中は早送りします。大きなフレーム数でフレーム落ちを確認するため、長尺の再生を行っています。しばらくお楽しみください。と言っても、全部でも50秒ほどですけどね。詳細統計情報をご覧ください。このレベルだったら相当高度に最適化されていると思います。まとめです。Firefox は標準状態でも GPU 支援がサポートされています。
オーバークロックなどでもっと快適なブラウザ環境になる予感がします。普段は Chrome 使いで Firefox は使わないんですけど、動画再生で比べてみると明らかに違いがありました。詳しくは改めて比較動画で。ところで Firefox のテストでは音が入ってませんでした。著作権上の都合上ではなくて、実は標準状態の Ubuntu では HDMI の出力先に音が出ないんです。ラズパイ本体にはオーディオジャックがついてます。HDMI は映像と音声信号を一緒に出力します。つまり、ラズパイのオーディオ出力先は2つあることになります。コントロールセンターを開いてサウンドをクリック。ハードウェアタブをクリックします。ご覧のように出力するデバイスは2つあります。入力タブにもデバイスは2つ。出力タブにも2つありますね。メニューのサウンドとビデオからリズムボックスを立ち上げて音を出しながら簡単な実験をしてみます。リズムボックスで再生をしますが、まだ音は出てません。入力タブをクリックすると、入力レベルメーターは動いてますよね。デバイスを切り替えてみましょう。入力が止まりました。つまり上のデバイスが正しいということです。今度は出力タブを見てみます。デバイスを切り替えます。音が出ましたね。もう一度デバイスを切り替えます。間違いないですね。これでいい。リズムボックスの再生を止めます。これで解決と思ったんですが、そうじゃなかった。入力デバイスと出力デバイスは保存されないただのスイッチだったんです。これには結構振り回されましたが、答えは単純でした。ハードウェアタブを表示します。スピーカーのテストをクリックして、テストボタンをクリック。音が出ない。デバイスを切り替えて、同じテスト。Front, right. 音が出ました。Front, left. 2つのデバイスはオーディオジャックと HDMI の意味なんです。名前が同じなのでテストで試すしかないですけどね。実際ベータ1とベータ2では並びが逆になってました。というわけで解決方法は、使わない方のデバイスをプロファイルポップアップメニューでオフにします。そうすると入出力ともにデバイスは一つしか表示されなくなって確実に音が出るようになります。まとめです。サウンド出力は排他的に一つだけです。通常はオーディオジャックか HDMI いずれかを明示的に指定します。複数のモニターを使うときも HDMI のサウンド出力は一つだけです。出荷状態ではオーディオジャックが出力先です。サウンド設定の GUI が分かりにくいのは改善してほしいですよね。最後までご覧いただきありがとうございました。動画が長いと言われるので短めに仕立てました。音が悪いとも言われるので、マイクを安いやつからもっと安いやつに変えてみました。ああ、胃が痛い。ではまた次回。